あやちゃん見えてきました。ありました、早速。おー、あの奥の方に見えるやつ。おお、なんかいろいろついてる。なんかこんな馴染んでるんやってびっくりした。確かに。もっと普通のこの連なってる建物の一個やねんな。確かに、なんかそうコンピューターセンターっぽい色味。確かに。あ、それチューブのせいちゃん。チューブのせい。うん。でもこんな道のところのあんな真ん中にあんねんな。あ、カフェが可愛い。あ、あれちゃん、まいさん、まいさんらしき人発見。おわちょっと待って、傘が。あ、まいさんだ。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。おわ何回なんのこれ。風がすごい。こんにちは。よろしくお願いします。ボンジュー、オンシャンティー。エブです。オンシャンティー。エブさん。アイヤ、アイヤ、マッシュ、マッシュ、ウェイ、マッシュ、アイヤ、ウェイ、オンシャンティー。エブ、セルクエスト、ヌボ、フェスト、サンコネル、ダコー。わー、ヌボ、メッシーボクーデヴェニャファセロポータージュ。ああ、メッシー。サバエトアンテレッサン。メッシー、メッシーボクー。セルルポゲファルコイチュダ。マシュアビデオ。あやちゃん案内していただきましょうか。はい、そうで、ここを今見つけて、うん、これ多分アーティストさんたちのこと、そうです、のプロフィールというか、あ、まあ、写真なんですけど、ここはまず2階から6階までが全部アーティストのアトリエになっていて、まあ、ここに約30人くらいのアーティストの、あのポートレートとかがあるんですけど、作品とかポートレートに使ってるのね。そうです、はい、あとはそれぞれのアトリエの写真だったりとか、仕事の作品だったり。ワンフロアにこれだけのアトリエがあるってことですか。そうです、はい、でもすごいちっちゃいアトリエなので、もうそれぞれみんなシェアして使ってます。そうなんだ、はい、で、30人のうち半分のアーティストがパーマメントアーティストって言って、もうここの要は永住権みたいな、ずっといられますよっていう権利を持ってる人たちで、その人たちはもうここがオープンした22年前からいる人もいます。短い人だと、それでもやっぱり3年は長くいる人たちがレジデンスしてます。あとそれ以外の人たちは、外部からアクセスしてきた人たちで、ここでレジデンスをしたいですって言った人たちを私たちがこう面接みたいにして、最後にパリ市と一緒に会議をして、その面接を通った人たちがミニマム3ヶ月、マックス6ヶ月のレジデンスをしてます。はい、いいですね。でもミニマム3ヶ月もなんかいい経験になりそう。はい、だからあの外国人でも3ヶ月の短い滞在の間にレジデンスができるっていうふうにしていて、もう世界各国から。ちなみにマイさんもここにいらっしゃる。はい、います。4階に私のアトリエがあります。はい、マイさんもその永住の方の方なんですか。そうです、はい。そうで、マイさんのね、あのご紹介忘れてましたが、はい、マイさんはどんな人ですか。笠原舞です。私はパリで絵を描いています。絵描きアーティストです。あ、ここにあの筆が刺さってます。これはちょっとすごい。かわいい。これが一番楽っていう。なるほど、ちょうどいい。すいません。パリスタイル。はい、はい、じゃあご案内します。どうぞ。サコモン、サコモン、サコモン、メッシー。じゃあ階段から、メイン階段から。うわ、すげー。てか全部が、はい、すごい。はい、後であのこの絵を描いた人たちの名前を全部お渡しします。ああ、はい、これはもう一人の人がここは描いて、ここのフロアまで一人が描いて。すごいっすね。これもあのコンフィルムのロックダウンの時に、はい、ここがちょっとオープンできなかったので、はい、その間次いつかオープンできる時に、はい、一般のビジターの方たちに楽しんでもらえるようにと。これはみんなアーティストが、はい、あ、
じゃあ前はここ絵じゃなかったんですか？昔も絵だったんですけど、はい、あの訪問者がすごいいろいろ落書きをしていてすごい汚いことになってたので、はい、せっかくだったらもう建物の中を全部アートにしようということで、いや、いいですね、素敵、始まります。そう、だから続々と人が、たくさん人、すごいんですよ、毎日ずっと人がいるので、そっか、うん、その来はったら、その各アトリエっていうか、はい、そこに普通に入ったりとかお話しかけたり声かけたりとかもできる。あ、もちろんもちろん、 あ、はい、あとも興味があれば、アーティストさんに交渉して絵を買ったり作品買ったりすることもできます。なるほど、はい、はい、次すごい一生見てられる、一生撮れるここに赤ちゃんがいる。だってそこに赤ちゃんがいる。あ、なんかそあれやな、見て、木々から育ってる赤ちゃんなんかテーマがあるんやろな。え、なんてすげえなー、かっこいい。わー、うわー、すごい、ここめっちゃかわいい。ここすごいですよね、レジユー。うわ、ここレジユー。ここはエドワードっていう、今日も多分いると思うんですけど、かわいい、ブラジル人のアーティストです。で、彼のこの、あの目は、はい、うちの前にいたレジデンスしてたアーティストと今いるパーマメントのレジデンスのアーティストの目なんですよ。あ、そうなんですか。はい、リアル。だから私の目もここすごい。え、フルマさんの目？ザ私です、これ。なるほど、はい、面白いね。あ、かわいいな、うん、彼のこの壁画のアートは、目のアートは、ポルトガルのリスボンのあります、ストリートアートで。ああ、そうなんですね。なあ、みんなそれぞれ違うので面白いです。でも一応あのいろんな人たちがここ行き来するので、はい、あのマテリアル、うん、材料は体に害のないものを使ってます。あ、素晴らしい。あ、かわいい。あ、アイさん好きな部屋や、これは。かわいい。うわー、かわいいな。いいね、フォトジェニック。フォトジェニック。ここは光に満ちてる。あ、ほんまや。わー、動物いっぱいに。ちょっとファンタジーな感じの。はい、ここが最上階の6階です。6階。はい、おー、あ、ここもアーティストさんのアトリエです。はい、そうです。じゃあ、一番奥からご案内します。あ、大公開やな、もう。あれは。わー。C'est le youtubeur japonais Le Mash et Aya. Rosanna Esther Hambling. 彼女たちはアーティストの、お世話をする係っていうか、市民サービスなんですね。なるほど。で、ここにあの彼女たちのボスが一人いて、はい、彼女が彼らに仕事を割り振って、私たち の、 あのオフィシャルな事務的な仕事を彼女たちが全部受け負ってくれてます。あ、あ、マリア、ここ彼女がボスです。あ、なるほど、オッケー、トンポン、トンポン。募集、マリアです。彼女が、59リボリが雇ったイエーイ雇った、まあ、私たちの秘書みたいな感じですね。はい、bonjour, je suis Tej, je suis Maria, je travaille ici. かわいい。Tu vas présenter ton travail? Non. Non. Mon travail c'est secret. D'accord. Mais j'ai pas beaucoup de choses, mais je...彼女もあの実は半分アーティストなんですよ。でインスタレーションをするんですけど、はい、ペティットアーティスト。ペティットアーティスト。で、そこに飾ってあるのが彼女の作品です。なんと。Yes, this is my masterpiece. Mon chef d'œuvre。そうなんや、これもじゃあ。そうです、彼女が。あ、すごい、そう気になってて、さっきから。なんかこう肉肉しい感じ。肉肉しい。そうなんや。肉肉しい。肉肉しい。生ってなんていうの、生々しい。リアンヌ？セ、オン、オンリアン。セ、コーリアン。
あ、おいしい。あ、セサスキーサブでニコニコしてる。超かわいい。すごい、すごいね。すごい。ウェイ！ネッシー！おはようございます。ここが今、はい、あの階段を通ってきて、最後の6階のところにあったマリア・ペーニャっていう、彼女もメキシコ人のアーティストなんですけど、ここに来てからいろんな仕事が彼女に舞い込むようになって、はい、結構アフリカの方であの壁画のアート作ったりとか、はい、結構あちこちにお呼ばれされて仕事してるアーティストです。でここはオルガっていう、はい、ここもフランス人のアーティストなんですけど、彼女は割とフレスコ画みたいな感じのスタイルで最近入ってきたアーティストですね。見たことあるかもしれない。本当ですか？どっかのショップで商品を売ってた気がして。あ、本当ですか？あの見覚えが、なんかちょっと見覚えが、でも割とすごいまだあの生まれたてなアーティストの卵もいれば、すでにもうバカ売れしてるようなアーティストもみんなごちゃ混ぜでいるので、もしかしたら街のどっかでストリートアートを見てるかもしれないし、それこそお店とかでこの人の作品見たっていう人もいます。あ、そうなんや。色合いは可愛いですね。常にじっくり見たさが、そうやな、止まらなくなるやつやな。かわいい。はい、じゃあ、下に行きましょう。はい、まいさんのアトリエに。アトリエをもしよく来て。わー、楽しみ。どうぞ。わー、おー、ようこそ4階。あー、まあ、私のアトリエです。アトリエ兼、ここはちょっとギャラリーにしてた。へー、これは全部かれ、こことここも私の作品です。あ、かわいい。すみません、僕ら語彙力なくて、可愛いってめっちゃ連呼してるんですけど、美しいと素敵とアーティスティックだねといろんな意味が含まれて、連呼で可愛いって言っちゃう。深い深い可愛いが深い可愛いばっかり言っちゃうもんな。そう、ついね、もう口癖で言っちゃうんですけど。あ、素敵ですね。そうですか？そうです。あ、なんかめっちゃリアルな感じから抽象的な感じまで。これなんか写真みたいな。何を使って描いてるのかがめっちゃ気になる。あ、ぜひご紹介します。これはあのパンチュリタイルっていうの、パンチュセラミック、陶器用の、ペイントと、あとはステンドグラス用の、ペイントを使って描いてます。それにあのちょっと自分でミックスさせて、はい、レジンって言って液体状の樹脂を入れて、あとはオイルもちょっと入れて、インクもちょっと入れて混ぜて作ってます。だからこういうちょっとつるっぷくみたいな。そうです、はい、かわいい。中にもニスが入ってるので、なるほど。だからまあ全然あの触っていただいても、あ、強いってことですか？大丈夫です。すげえ。これでもめっちゃつるつるですね。つるつるです。これはもうちょっとあの樹脂を多めに入れて、あの教会のステンドグラスみたいな感じで。そうなんだ、はい、なるほどね、はい、だからこのようにこんな綺麗につるつるなんねんな。すごいな。私のアトリエちっちゃいんですけど。あ、これはまた違う味が。ここはさっき の, あの入り口であったうちのプレジデントのエブの、うん、あ、エブ、はい、エブすげー、エブもエブの世界観、わかるわかる。色味がエブ全部彼女紙で作ってるんですよ。あ、紙と、違います、紙と、あと段ボールで作られてて。絵もかわいい。自分で絵を描いて質感を、はい、作って木のように見せてるんです。そうなんですね。なるほど。これ普通にコンクリートなんです。すごい。歩いてるので。コンクリートですか？コンクリートです。はい、めっちゃかわいい。このテーブルとかも全部紙でできてるんです。へぇ、こんな頑丈なのに全部紙です。すごい。厚紙、厚紙なの、はい、重ねて重ねてみたいな。そうです。あとなこの部分とかは、うん、あの卵の殻でできてて、結構じゃ自然物というか、まあ、はい、彼女はあのリサイクルがメインでやってるので。なるほどね、はい、すごー。ちょっとなんかすごいんですよ、彼女のアマゾンみたいなところに来た気持ちになちょっと違う、異国世界観がね、はい、違いますね。彼女は昔あのオペラガルニエの舞台 の,、はい、あの装飾の仕事をしてたので、すんごいもう有名なバレエダンサーとかオペラの歌手の方とかと一緒に仕事してた人。そうなんですね、すげー、すごいな。
ざわ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 ですよね。すごい。あすごいなキャラクターが。で向かいが、セリンのアリエです。モシャンテー。おしゃれ。Enchantée. Enchantée. C'est un travail que j'ai fait pour en fait cette installation. Je l'ai faite pour la Nuit Blanche parce que je suis là seulement depuis la Nuit Blanche, c'est-à-dire le 2 octobre. Je suis arrivée quelques jours avant pour installer et donc ça m'a permis de sortir des éléments de mes tableaux en fait. Prendre un élément, le sortir là-bas, prendre un élément, le sortir là. Ah d'accord, d'accord. Voilà, et m'étaler un petit peu ici sur différents supports. Et moi je suis une artiste temporaire, donc pour 6 mois. Six mois. Et je suis très très contente d'être là. Ça fait juste 3 semaines, mais je suis vraiment très très contente. J'ai été super bien accueillie. Oui. J'ai la meilleure des places et non, voilà. 彼女まだ来たばっかりのアーティストで、今とりあえず6ヶ月のレジデンスが決まって、彼女の面接も私が実はしたんですけど、あのパピエパンテとか壁紙ですね、よく家とかに使う、あのおばあちゃんのサロンとかにあるような古い壁紙に、あの自分で絵を描いてインスタレーションをしてます。デッサン。デッサン。シュペーテ。ヘビアン。おしゃれ。だからオープンした時からこの近くに住んでたので、この存在を知っていて、いつか私もここに入りたい、アーティストになりたいみたいなのをずっと夢見てて、で子供たちも大きくなったので、やっとその時が来たって言って自分で、はい、あのレジデンスのお願いをして入ってきたっていうアーティストさん。はい。コモンディメルシー。ありがとう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 。夢がある。夢があります。なんかドラマが一個一個すごいですね。みんなすごいいろんなストーリーを持ってて、ここが私のあのアトリエ兼旅行みたいな感じです。すごい。すいません、ぐちゃぐちゃ。いやいやいや、めちゃめちゃ素敵。旅は途中のもいっぱい。はい、じゃあですね、急にはい、はい、せーのはい、いつのやつ、いつのやつ、古いやつ、昔の僕らのノリが出ましたが、はい、ですね、まいさんにですね、はい、59リボリについてちょっとお伺いしたいと思います。はい、はい、じゃあ簡単にこの、うん、あの歴史を、おお、歴史を、ここ何の建物やもんな、ですよね、うん、もうここは存在自体が、うん、なんかアートの館みたいな感じになっていて、まあちょっとヘンテコハウスなんですけど、そもそもここは、今オープンしてから22年23年目になるんですけど、はい、まず廃墟でした。廃墟、だからもうあの持ち主さんはいたんですけど、うんうん、その方が誰かに貸すこともできなくて、やっぱ立地的にすごく家賃が高いので貸すこともできなくって、うん、でそれを借りる相手もいなくって、うん、でもずっと廃墟になってました。だから最初は、うん、ここ全部鳩の糞とか、ネズミの死骸とか、わーってもうすごいいっぱいあるような、鳩の中に入ってきてた。そうです、そうです、もうガラス窓とかも全部割れ放題で、すごい、もう廃墟になってました。そこを、3人のアーティストが、うん、スクワットしたんですけど、スクワットっていうのは要は不法占拠、うん、勝手に入って住んじゃうみたいな。そうです、そうです、そうです。ただその3人のアーティストは、うん、まずその彼らのコンセプトは、うん、勝手に住んじゃおうっていうのじゃなくて、うん、ここをせっかくいい立地条件で、うん、こんな素敵なところでお掃除したら絶対綺麗になるんだから、うん、じゃあ僕らアーティストがもうちょっとよく改善してあげるよっていうような、ちょっと上からちょっと上からさすがでスクワットしました、うん、で、そのアーティストがカレックスとブルーノとガスパールっていうアーティストなんですけど、そうです、3人とも男性で、彼らがまず屋根の上からこう不法占拠して中に入って、上から、そうです、もう鍵とかも開いてなかったのでどうやってみたいな、もう工事現場の、糸みたいなやつ、足場があるじゃないですか、
あれとか、あとはこの配管みたいなのを伝って、上から入って、ちょっと楽しそう。はい、で、内側に入れたら、まず鍵を変えるんですよ。あのスプットの仕方を説明してどうするんだって感じ。やっちゃダメです。ダメですよ。ダメよ。日本は絶対ダメです。でもその当時のフランスはまず、うん、あのアーティストがスクワットするっていうのが流行ってたっていうか、うん、よくあるっていう感じだったんですよ。なるほど。アーティストイコールあんまりお金がないっていう感じだったので、で、中から鍵を全部変えて、うん、その後彼らは1週間かけて中を全部掃除したんですね。いいこと。いいことだよね。めっちゃいいこと。はい。でも大家さんもやっぱり掃除にもすごいお金がかかるので、うん、もう手がつけられなくなってたから廃墟だったんですけど、うん、彼らが全部自分たちの仲間とかを集めて掃除をし始めて、その後にまあ警察官とのこうバトルが始まるんですけど、あそっからは、まあ、警察官は勝手にこう不法侵入者が入ってきたので、うん、その大家さんから連絡を受けてこう取り返すっていうのをしてたんですけど、うん、まあ、あのアーティストはそのずっと使ってなかったところだから、あの勝手に占拠してもう掃除までしてあげたんだぞっていう感じになってて、まあ、その後に勝手に占拠して、まあ、勝手に住み始めるのも申し訳ないっていうことで彼らは自分たちのアトリエに変えていったんですね、ここで。それから数日後にここを一般公開して、警察官と大家さんは入っちゃダメだけど、一般の市民はどうぞ僕らのアートを見てくださいっていうような感じで無料でここをオープンさせました。すげー、はい、強行突破みたいな感じで。そうなんです。でもその頃のフランスのちょっと法律もなかなかちょっとあの異様な感じなんですけど、はい、勝手に不法占拠した後でも、うん、なんか彼らがそこに住んでるっていう証明があれば、うん、大家さんが許可してなかったとしても、うん、その持ち主が変わることができるんですよ。じゃあな、まあ、今で言う UDF とかに勝手に登録しちゃって、そうですそうです、住んでますっていう証明とか作れれば、そうです。ただ UDF に登録すると今度なんか、うん、証明、大家さんとかの証明書とか、そういうオフィシャルな書類が必要になるので、はい、彼らが取ったのはあの他の友達に頼んでここの住所に手紙を送ってもらうんですね。そうすると手紙にここの住所が載るじゃないですか、はい、ここの住所と彼らの名前が載るので、うん、それを証明書として出したんですね。へえ、まあ、やっぱ何やろ、頭いいよな、なんていうか、だからもう法律のこの見えない抜け道を探して、なるほど、うん、こういう感じですね。でもそこまでしてやるっていうのがやっぱりすごいことだから、もうモチベーションがないと多分できないと思うんですけど、ね、でもそれで、昔、ピカソが同じようなことをやっぱりやっていて、ピカソもあの昔アーティストたちをたくさん集めて、あのセーヌ川の上のところに、あの船をもスクワットして、そこをアトリエ、アトリエ兼スタジオとして使ってたっていうのがあって、あのパリ市民がその後ここを認めてくれるまでにいろいろやっぱり大家さんとも話し合ったりとか、あのパリ市と話し合ったりもしてたんですけど、どうして皇后が今こう20年も続いてるかっていうと、スクワットだった期間は結局3年間だけなんですね、はい、で3年間経った時に、ここのアーティストたちがあの最初のコンセプトっていうのに共感し始めて、いろんなところから集まってきて、自分たちもここでアトリエをオープンさせたいっていう人たちが集まって、その後、パリ市に対して1日と1年間の来場者数っていうのを全部計算したのを提出したんですよ。そうするとルーブル美術館よりもあの人口訪問者が上回ってるっていうのが分かって、はい、認めてもらえました。だって世界一、ね、人が訪れる美術館ってルーブ美術館って言われてるじゃないですか、はい、 ね、でそれを超えちゃったって、そうです、やっぱりすぐ横にあるっていうのもあるし、ルーブル美術館の作品は買えないけど、うん、ここの作品は買えるとか、あとはアーティストと生でこう話せたり、パリってやっぱり芸術に対してちょっと厳しかったり、はい、あの守りがあったりとかするので、
例えばエキスポとか展示会とかに行っても直接アーティストさんと話せる機会ってあんまりなくて、間にギャラリーが入ってたりとか、でノーテールっていう交渉人が入ってたりするんですけど、ここはもう一般の人がアーティストのアトリエを訪問できて生で仕事してる場が見えて直接会話ができるってここの魅力なんだと思うんですけど、ここでその作業してるのが見れるって言ってたじゃないですか、うんうんうん、なんかこう一物を描いたり作ったりする自分からすると、うん、作ってる時に人がいるとめっちゃ気散ったりとか、うん、なんかありますあります、急に話しかけられたら今集中してるみたいな時がめっちゃ大丈夫なんかなみたいな、あ、もうありますあります、やっぱありますか、うん、あります、全然あります、すごいなと思う、だからそれでもこう、うん、作れるみたいなのが、でもある意味その作品作りももちろんしなくちゃいけないけど、やっぱりアーティストってこう作品を買ってもらわなくてもいけないし、ギャラリーとのあれもあるけども、やっぱ両方ができるっていう意味ではすごい訓練の場所でもあるし、あ、そうだと思います、確かに、慣れていくんかな、結構作品が売れ始めたアーティストさんとかはやっぱり出ていく人たちも多いです、自分で別にアトリエを持ってもう集中して作って、あとは展示会とかを自分で開いて売るっていうのもあるし、ここの場合はその、まあ、やっぱりコミュニティっていう場なんだと思うんですよね、なるほど、普通の一般の人たちと、あの接することによって自分の作品がどういう風に見れるかっていうのをアーティスト側も受け取ることができるし、一般の人たちもなんか直接生で触れ合えるっていう、めっちゃ確かに訓練の場でもあるし、チャレンジの場みたいな、でこっちは行ったらいろんな人が一気に見れるっていう、バランスいいですね、なんかそう思うと いいのかなでもありますよ、でもあのたまに話しかけられた時にすごい集中したい時は機嫌悪い時とかも正直いろんなアーティストさんがそんな感じで、あ、みんなみんなそうですうんうんうん、人間ですね、なんかそういうとこ好きなんですよね、わかります、ザ人間です、うん、なんか、まあ、日本人やからやと思うんですけど、結構サービスしちゃいがちというか、あ、そうそうそう、機嫌悪くしたあかんなってこうお客さんにはみたいなのを結構思ってるんですけど、こっちの人って結構自分の機嫌をちゃんと出すみたいな、がめっちゃいいと思ってて、まあ、でも言ったら要は動物園とか水族館みたいな感じ確かに動物もね、機嫌悪かったら動物はもう好き放題やっていて来場してくる人にはルールがあるみたいななるほど、はい、ちょっとわかりやすいじゃあそれで選挙して、3年経って、で3年経った時に、その時のパリ市長さんが、あのここをスクワットした一人のアーティストのガスパールと同じ名前、ドラノエさんっていう方だったんですけど、その方がすごくアートに寛大な方で、あ、もうそれだけあの訪問者がいて、ここがパリの観光名所の一つになってるんだったら、じゃあもうここを買い取ってあげるから頑張って継続していきなさいっていうふうにしてくれて、はい、でその時初めてパリ市がお金を出して内装の工事もしてくれました。はい、でその間約1年間、あ、そのだと1年間くらいだったかな、アーティストが1回ここを全部出て別のアトリエに全員行って、工事が終わるまで待ってからまた新たに入ってきたっていう感じです、はあ、でその工事とかも市が全部やってくれた、その時はそうですね、はい、でその後はもうアーティストたちが、はい、まあ、それぞれの場所で好きにこういじっていくというか、はい、そうです、はあ、なので今はもうあの持ち主としてはパリ市がここを持っているっていう感じで、であのそれぞれアーティストが、永住権持ってるアーティストもレジデンスしてるアーティストも毎月家賃を払ってここを使用してます。なるほど、はい、で大家さんとも、まあ大家さん、はい、あのパリ市がお金を大家さんに払ってくれたので、はい、ここを買い取ったっていう感じです。はい、大家さんもラッキーやん。なあ、大家さんもラッキーやんな。そう、綺麗になって、はい、観光名所になって、価値が上がって、市に売れたから、それなんですよ、だから、その最初のアーティストが目的としてたのは、そこで最終的にみんながウィンウィンになればいいじゃないかっていう、で一般市民も訪問する場所が増えて、アーティストも仕事できる場所と住処があって、で
ね、大家さんも最終的にはパリ市が買ってくれてお金を儲けられてラッキーっていう、ね、自分でその改装とか掃除とか売ることとか全部しなくて、はい、うんうん、だからアーティストってやっぱすごいなって思うよな。そのそういうパッションでさ来てくれたから、うん、そういうパッションってさなんかどう分け、そういう人じゃないと分け上がってけえへんやんな。最初は多分だから個人のエゴみたいに見えてたかもしれないけど、最終的にはみんなのことを考えてるからねっていう、っていうスタンス。すごい、うん、賢いですよね。賢い人やな、うん、賢い人やな。もちろんその途中の戦ってる時は、うん、まあ、傷つけ合うまではいかなかったとしてもやっぱ大変やったと思うけど、まあね、まあ、結果よしっていうか、結果良くなってよかったよね、ほんまに。ここでね、偉大なアーティストがどんどん生まれていくわけだし、うんうんうん、そうですね、はあ、っていう建物なんですね。っていう建物です。それが今やっと23年目になりました。わー、ようこそ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、何度か名前出しましたけど、その59リボリだったんですか、はい、日本語で言うと、はい、59リボリ、はい、それは通りの名前とかですか。あの、ここの住所です。住所です。もう住所そのままです。59番地リボリ通りです。あ、はい、そっか、そやリクドリボリって書いてましたね。はい、あ、ほんまや、わかりやすい。59リボリ、そうなんや。面白いです。面白いですね。A wonderful night for a walk in the park by moonlight.